半魔家の本家の本物貴族の半魔妖先生です。2部ですね。で、人間の場合はそういうふうな、そのたたあのー、頭が非常に悪いんですよ。だから団体でテレパシーで仲間でしか動くことができない、ね、虫と同じなんですね。でそれでその地球環境で私だけ上の生物がいましてね、どうするかということですね。で、一で話した通りね、まあ、人間は話したり聞いたりすることはできないんですね。話して聞いたりして動いてるようですけども、ちゃんと話してるような感じで動くこともあるんですけど、全く違うんですね。長くかけると全く無能で、聞いちゃいけないことですね。全く無駄なことなんですね。それとまた、上の知能の生物の話からね、単なるね、教わって話す場合があるんですね。だから意味が100%分かんなくて、教わった通りで話してて利口そうにな話をするということはできます、人間の場合ね。だからここら辺がね、非常に宇宙に騙すんだ、宇宙生物をよく騙すんですね。そうやって、で、ただ、そのね、人間たちよりか上の生物の知能を借りて、そのままテレパシーで教わって話した強さは本物なんですよ。だから私と対抗するのに大変強敵なわけですね。で、また私の宇宙生物での敵というのは、人間よりかもっと知能が発達して強いんで、その敵が人間を変身するわけですね。で、人間たちはね、全然上の生物に対して死んでも特攻隊でも全然平気なんですよね。動けるんですよ。安いもんですからね、生物自身がね。だから人間全員が死んでもこっちに害になることは平気で動くんで、私に対して、一人に対してね。これは大変なんですよね。で、生物っていうのはね、宇宙生物全体で生きてますからね。で、ほとんどバクテリアとかね、みたいなもんばっかしなんだけど、たくさん集まると利口になって危ない生物になるわけですね。で、あんまり危ない生物とか知能が上がってても遠くには飛ばさないようにはなってるんですけども、この辺一帯地球円外の外がほとんどもう、何ですかね、外生物なんですね。人間も外生物ですね。で、外生物って害になる生物ですね。プラスにならない生物ですね。だからうまくコントロールしないといけないんだけども、人間ばっかしここら辺いるんで、あと宇宙全体もそういうの外生物ばっかりなんですよ。で、私の方はそれに対して困ったなということですね。で、また敵である宇宙生物っていうのはバクテリアの団体みたいなもんなんですね。知能は発達してて、ものすごく多いとね、同じぐらい、私と同じぐらい対等に力使えるんですね。で、頭働くんですよ。で、そこら辺でね、大昔やられたんじゃないかと思うんですけどね。まあそれに対して復帰するかということでね、まあ頑張ってるんだけども、地球内に石棺という生き返られる完璧な装置がないわけですよ。まだ作れてないんですよ、地球にね。で、私も作りたいんですけども、高度な技術を人間たちが考えた以上のもの、上のものを作ることがまだできないんですね。盗んで悪用してしまうということと、危ない、それどころか危ないね、爆発させてしまうようだと、ここら辺の銀河全部破壊してしまいますから、平気で知能が低いもんですからね、爆発させようと思わなくても爆発してしまうんですよ。そこら辺で、そういった先のね、発明っていうのは用意できないんですね。で、スターゲートみたいなゲートっていうのはもう現在発明されてますけど、
ワープですね。これはもう、そんな難しいことではなくて、アメリカがまずね、人間が作った UFO っていうのでね、作っておりますけども、半重力ですね。これは単なるね、重力がね、引かれないようにね、ガードしちゃうんですね、磁気でね。超電導でね、超電導の作って上に一体浮きますでしょ。これとこの原理ですね。浮いてしまうと、物体が浮いて、超電導の上に物質を置くと浮いてしまうんですね。これはそこの周り全体にね、重力に対してバリアかけちゃうんで、重力がなくなっちゃうんですね。関連なくしちゃうんですよ。大きい重量のものに物質は引かれるという性質があるんですけど、ね、超電導のによってね、囲っちゃったものはそれに関係なくなっちゃうんですね。で、重力をゼロにしてね、それで推進力をつけて飛ばすと、大変な瞬間移動ができるわけですね。ね、でアメリカが作った UFO っていうのは、その今だから音速の10倍ですね、ワープするんですよ。それからアメリカが作ってる爆撃機っていうのは、核融合ですね、簡単に水をね、燃やすんですね。でそれで爆弾にするんですけども、水を燃やすだけですね。で、超高温が必要なわけですよね。で、これを電気で作るわけですけども、電気からいろんな方法、磁場作ったりとか、ね、いろいろ方法でね。